どうも、ビレジェンド染田です。ビレジェンド上谷です。ビレジェンド上野です。突然なんですけど。突然ですね。はい、僕自身はあまりないんですけど、お客様から結構問い合わせとかたまにあるんですけど、トレーニングのモチベーションがこう上がらないみたいな時があるっていう。あ、なるほど。そういう時ってこう皆さんってなんかされてることとかってありますかね。あ、モチベーションね、はい、うん、落ちる時ある？落ちる、やる気が出ないってことかな。どうなんですかね。私は実はあんまりないんですけど、ただだるいなみたいな日はあります。でそういう時は大抵でもそのだるいなっていうのはある意味モチベーションが上がってない、上がらないっていう理屈なんじゃないの。でご質問とかから考えると、そうですね。だからここに関してはそのモチベーション、これをモチベーションが、上がらないとします。でその理由がどういうところにあるのかなというふうに紐解いていくとですね、だるいなと思っている時は大抵私カーボン足りてないんです。おお、倦怠感、カーボン不足で倦怠感。そうですね。だから夜トレーニングする前で、ちょっとだるいなって思うと、よく思い返すと昼ご飯食べた後にそういやカーボンずっと取ってなかったなみたいな。でそういう時はトレーニング前に BCAA だったりと一緒に、B レジェンド MD 取ると、なるほど、はい、カーボン入れると結構大丈夫だなっていうのは分かってるので。なるほど、はい、そこがありますね。だから実は気持ちの問題じゃなくてこうフィジカルの問題だっていうことね。そうです。やっぱりその体の状態とその精神は結構リンクしてるところが多いかな。そう、科学的アプローチ。僕でも結構チートとか、チートっていうか普通にカーボとかも取ってて、どうしてもこうなんかやっぱジムに行きたくないなっていう時もあったりするんですけど、たまにあるんですね。どういうこと、行きたくない時、何がなんかちょっと嫌な人がいるんじゃないかな。そういうのはないですね。ただ今日はちょっとジムに行きたくないなっていう時もたまにはあるんですよね。なんで行きたくない。それはなんでなんですかね。何かがしたいとかめんどくさいとかじゃなくて行きたくないと思う。そうですね。なんだろう、たまにないんですけど、たまにそういう時が訪れることはあるんですけど、上野さんそういう時はないんですか。私ですか。はい、そうですね、あんまないです。さっきの話の通りですけど、ないです、ないですか。はい、鍵谷さんは俺はなんかいや面倒くさいなっていうのはあったり、あどうしようかなって思ってあもういいかって行かないとかっていうのはある。けどなんだろうな、結構制限がなくてなんかソメソメみたいな状況と上野くんみたいな状況だったらなんか毎日行ってるような気するけどね。ああ、そうですよね。そう、なんかこれはちょっともういきなりちょっと結論の話にガッと近づいちゃうと思うんですね。で、やっぱり皆さんそのトレーニングをしていく中で多分トレーニングが好きでトレーニングをしてるという側面も少なからずあると思うんですけど、それ以上にトレーニングをしてやっぱりそれに対する目標が目的だ、ね、そう、目的だったりがあると思うんですね。なるほどね。で、やっぱり、男性でしたら、鍛えてちょっとかっこいい体とか体を大きくしたいとかそういうところがありますよね。でもっと言うとそのボディービルダーさんだったりフィジカーさんだったら大会でいい結果を残す。でそうなってくるともう本当にこれはシンプルな天秤だと思うんですよ。やっぱりそう、いい体になる、かっこよくなりたい、大会で勝ちたいっていうと、重りが一つあると。でそこに対してそのジムに行くことがめんどくさいっていう重りがあると、多分そこがこう比べて本当にこっちが強い、かっこよくなりたい、結果出したい、そうなったら多分こっちの方がもう絶対こう重くなると思う。それに対してそのジムに行くのがめんどくさいみたいなのはもう全然軽い話だと思う。逆にそこがジムに行きたくないが強いっていうことはそこまで目標に対して、どっちでもいいかなと思ってる。そうなってくるともう行かなくていいと思うんですよ。だからモチベーションが上がる上がらないじゃなくてもう目的があるならもう行くっていう選択肢しかないし、逆にモチベーションが上がらないっていうことはその目標目的がそこまでこう実は真摯に見つめていないということになると思います。なるほど、ね、ちょっとこれは言い方次第すごく厳しく聞こえるかもしれないんですけど、そこかなと思いますね。やる気がないんじゃない、
そうなりたいと思ってないんだってことで、まあざっくりこう本当に切ってしまうような言い方をするとおっしゃるとおりですそうだと思います。だから別にその別に目標がその、うん、あのまあ、軽くてもいいんですよ、うん、だからといって全然そこはもうそれぞれ の価値観なので、で、まあ、だからって無理やり行くようなもんでもないので、あのいいと思います。そこはあの、うん、今日しんどいな嫌だなと思って行かなくて、どっちの意味でもやっぱりそれでこう無理やり行くことがストレスになるとやっぱり最も子供がいい、うん、ルーズルーズだなと思うんですけど、まあ、そういうところになりますかね、うん、そもそも目標ないから行きたくなくなっちゃう。いやそういうわけでもなくて、うん、難しいですねこれでも、うん、トレーニング好きやったらこう行かなければめっちゃ行きたくなってくるって時もあるんで、うんうん、だから小倉さんの言う通りに休むときは休んだらいいんじゃないかっていうふうに僕は思うんですけど、はい、そう行きたいから行きたくなるからっていうのと、その目標設定に対してだったら行きたくなくても行くっていうことだからね。まあ、そうですね、うん、面倒だとか、あ疲れてるとかって思ってもでも行くっていうことで、うん、まあまあ、 アクティブレストっていう考え方もあるけど、でもまあね、行きたくなくても行くっていうのが目標に対してっていうこと。そうですね、本当に目標に向かったらそう行きたくないって感情すら生まれないおそうそう名言出ましたよ。ということはやっぱ目標を立てるってことはめっちゃ大切なんでそれ長くね名言出ましたよって言ってんのにもうすぐ言いたくなっちゃう。いやそう忘れちゃうんで言ったよいいよ、じゃあ覚えてるうちに言って忘れちゃったなでも、まあ、そう思い出した、はいはい、いやだから目標を立てることっていうのはめっちゃ大切だっていうのはそうですね、それだけ、はい、で今の話で言うとちょっとその特に勤勉な日本人にありがちな話なんですけど、おうおう目標がしっかりしていかなきゃってなるんですけど、おうおうあのトレーニングめちゃめちゃ頑張ってる人に限って逆に行き過ぎてるってことなんですよ、うん、ああオーバーワークっていうこと。そうですそうです、はい、なんか毎日ジムに行くのがそれ正解でしょっていう風になってる人もいると思うんですけど、1回のトレーニングの内容だったり、うん、密度が濃ければそれに、対応した、特にそのこれもちょっと言葉を選ばなきゃいけないんですけど、まあ、ちょっとそのドラッグとかに頼らないナチュラルな体で、やるようであればやっぱり休息っていうのが回復がね、そうですからね、うん、なのでそういったところもちょっと考慮した上であえてお休みを取るっていうところは、まあ、そこを取り入れるのは、まあ、判断としては結構賢明なのかなと思います。なるほどね。でも、あの、僕の場合もね、あの、週5とかでトレーニングしてるともう2週目ぐらいになるともうねしんどい。あ、はいはい、あのでもうね3週目入ろうと思ったらもうね風邪気味になっちゃう。でこれがねもうなんか僕が弱っちいのかおっさんだからなのかちょっとその辺りよく分かんないんだけど、いいトレーニングできてるっていうのもあるかもしれないけど、でもねやっぱりちゃんとやったらね週5だったらもう2週間ぐらいなんですよね。だからダメですね、もっと回復、だからもっと寝てもっと食べてすればひょっとしたら回復するかもしれないけど、そうですね、なんかそのやっぱりこう感覚で言うとやっぱ 1V はやっぱ1週間くらい休めなきゃなのかなっていう今は考えのもとにいます。ただあの、まあ、私自身もジムに行くのが結構好きなの、うんうんうん、でしっかり追い込む人、本当に練習だけする、動かし方の練習だけする日みたいなことを分けてやったりします。だからその練習するときは結構気楽ですし、こんなにこう気負っていかないし、こうだるいなとも思わないくらいの、レベルでやったりとかして、まあ、それも一つかなと思うんですけどね、うん、だ家でできる環境があってもやらないよね。あ、そうですね、ホームトレーニーの方って偉いよね。いやそうだと思います、すごいなと思うね、うん、なんかやっぱりある程度ジムに行くっていう行為でこう気持ちのスイッチを切り替えてる面もあるし、うんうん、でなおかつその月会費を払っちゃってるっていうところでね、一つ縛りにはなると思うので、行けば行くだけ安くなるみたいな、そうですそうです、うん、おっしゃる通り、だからそういうところの縛りがないところで、うん、っていうのもホームトレーニングだとすれば、その辺は、うん、かなりこう強い意志のもとにやられてるなっていうのを感じますね。なるほどね、うん、モチベーションですよね。まあその、まあ、もうちょっとそのモチベーションに関して深掘りしていくのであれば、どうやって逆にトレーニング行くのは行くんですよ、うんうん、どういうふうにしてそのトレーニングの士気を高めてるのかみたいなところもモチベーションにつながると思うんですよ。例えば私なんかは結構、まあ、それこそ海外のボディービルダーの YouTube のモチベーション動画を見たりとか、まあ、あと音楽聴くとか。それは行く前に見るってこと？
見て、おお、なんか上がってきたぜみたいな感じでジム行くってこと？あ、もうそうですね、移動中結構見てたり、電車の中で見て。それもジムに行く前提でジムに向かってる途中ってこと？あ、そうですそうです、うん、だからもうそのトレーニングをしてするにあたってのモチベーション、モチベーション、より良いあの精神状態でトレーニングしたいなっていうところがあるので、うん、結構やっぱ昔のね、それはあるね。そうですね、確かに。どうですか染田さんとかは？いや、僕はあの夏、うん、そのコンテスト出た時、うん、やっぱりあの僕より上位におられた方とかがいたと思うんですけど、その人らはもっとやってるんちゃうかなっていう風に自分に言い聞かせていく部分はありますね。すごいですね、はい、それは結構なんか純粋にあのアスリートの目標設定みたいな感じかもしれない、ね、そうですね、うんうん、なんかライバルに負けないために、そうですね、今日このワンレップやるかやらないかであいつはもうワンセットやってんだからワンレップじゃ終わらないぜみたいな、そういうこと、うん、まあ、そうですね、これ簡単に言うとやってるんちゃうかと思うから行かないといけないっていう風な意思のもと、その週5回を欠かさないようにして続けてます。すごいですね。回復すよくするよね。でも本当でかくなったもんね、この半年ぐらいで。そうですかね。でこれはでも何回も言ってるんですけど、ほんまにサプリメントのおかげなんですよ。本当に。あ、そうですか。はい。あの上野さんがおすすめしてくれたマルチビタミン、はい、とジョイントは僕もちょっと関節とか怪我しないようにね。そこ、この2つのサプリメントとプロテインは本当に欠かせないなっていうのは思ってます、ね、うん、はい、そう考えると、まあ、高タンパクで吸収できるようにビタミン、ミネラルで、まあ、こう吸収も促進するっていうふうにしてるってこと。そうですね、で、あとその睡眠もやっぱりちょっと、睡眠ね、はい、1日どれぐらい寝てるの時間？でも7時間以上は寝るように。7時間以上？そうですね。なるほど、やっぱりそれぐらい寝ないとね。そうです、そう、寝ない日はやっぱり次の日が眠かったりする。あ、そうですね。ドラゴンはどういう感じで？本当は私も7時間以上寝たいですけど、今だと結構6時間くらいのところっていうか、これ鍵谷さんどうですか？俺5時間ぐらいかな。あれですよね、びっくりするぐらいの時間にチャット返されてます。2時ぐらいでもね。そうそうそう、2時過ぎぐらいで、でそれで多分まあ7時とか7時前ぐらいとか7時ぐらいとかって、そのまあジムに行くにあたって鍵谷さんがその、うん、まあ、私で言うさっきのモチベーション動画みたいな、あとトレーニング前の儀式みたいな、そういう式の上げ方にあってしまう。なるほど、結構ねないのよ、まあ、結構ね、だらっといっちゃってだらっとやり始めるんだけど、うん、ね、でもね、やり始めたらテンション上がることもあるな。なんだろう、やっぱりね、テンション上がってる時っていうのはね、重量を目指してる時は上がる。あ、なるほど。ベンチとかでマックスやろうとか、うん、そういう時とかはもう行く前から、まあ、ベンチがメインだから、ベンチの前にあのなんだろう、プレイグゾイグゾーストか、うん、なんか事前披露なんかもあまりさせすぎるとダメだから、でもアップしないとダメだからとかで、シャフトでこれぐらいやってみたいなこともイメージしながら行くから、で何キロで何レップやって、何キロで何レップやってとかって考えるから、そのあたり考えてちょっと着替えたりしてる時とか、移動中の車の中とかはどんどんそれでテンション上がっていってる。あ、なるほど。今喋ってても思い出しても結構上がってるのね。それできると強いですよね。なんか自分の中から生み出せる人っていいなと思って、なぜかっていうと、さっきのモチベーション動画とか、外的要因だもんね。そう、外的要因って、あれ、例えばスマホの電池なかったらできないわけなんですよ。だからそういう自燃してないからね。そうだから、たまにそうスマホの電池が切れる、ウォークマンの電池が切れる、そうなってくると、あ、今日もうダメだみたいな。だからちょっとそういうところから脱却はしなきゃなとは正直思ってます。あ、なるほど。でもやっぱりそれが毎日僕もそうかっていうとそうじゃないから、だからやっぱりそれを毎日そうすればいいね。別に、でもね、重量じゃなくても俺でもやるぞって言ったら多分上げれると思う、自分で。ああ、なるほど、まあ、そうです、ね、もっと毎日上げよう、やる日ね。絶対効果高いよね、それ上げてやると。だからなんとなくやるよね、なんかやるぞって言って。分からないですけど、やっぱその上げるっていうところをなんか、あ、結構精神衛生上もなんか良さそうじゃないですか。なんかなかなかこう興奮を、アドレナリン出るからね、代謝も上がって、うん、っていう風に感じます。頭も活性化しそうだしね。はい、どうかな、そうしよう。はい、なんですか。僕まあもう一個今思い浮かんだんですけど、はい、まあ、外的要因なんですけど、うん、新しいアパレルのウェアとか、ウェアね、アイテムとかっていうのはどうですか？
あ、めちゃめちゃいいんじゃないですか。あ、ほんまですか。めちゃくちゃいい。それで言うならもう私も本当になんかベンチプレスとか重量を追っかけてた大学生の頃とかは、はい、もう今日マックス上げるぞって日は赤着てました。勝負服。あのなんかやっぱ赤って興奮するらしいですよ。だからちょっと使えるモチベーションは何でも使おうと思ってそこ知ってたことがあります、はい、だから上はめっちゃあるよと思います。そうそう、なんかおニューのビレッジのアパレルとか、うん、お気に入りのやつ着たりしてすごくテンションが上がるとかめっちゃあるんですよ、うん、あ、そういうのギアとかグッズとかアパレルとかっていうのはあるよね。そうですね、あとは単純におニューっていうだけで結構、あ、それもあるね。巨神兵みたいなね、うん、ありますよね。まあ、というところで多分モチベーションかなりいろいろなところにモチベーションを上げるその、まあ、あると思うんですよ。だからそれを駆使して、でそのジムにまあ行く行かないのモチベーションに関して言うとやっぱりその目標の設定がどうなのかっていうところだったり、でもそこ迷ったら一回行っちゃえばっていうところ、それあるよね。そう、行ったらやるよね。そらそうそう、やらざるを、なんていうの、逆に何もなしで帰る方がめんどくさいみたいになっちゃうね。そうですね、行ってんだから自分にね。そうそう、だからそういうのもありなのかなと思います。そうそう、そろそろどうですかね、時間も時間なんで。そうですね、はい、染田さん、染田さん、はい、ぜひあの皆さんの何かこうモチベーションを高める方法とかがあればぜひコメント欄の方にお気に入りいただければ参考にさせていただこうと思いますんで。あ、それで言うと、はい、そのまあモチベーション上げる術もそうなんですけど、はい、例えばモチベーション上げるために音楽とか聴いてる人もいらっしゃると思うんですけど、はい、何の曲聴いてんのみたいな、ちょっとコメントで聞きたいですよね。上野さんはメタルですもんね。いや、私はいろ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 ですもん、はい、メタルも好きですし、はい、まあ、なのでちょっとその辺逆に皆さんから教えてもらったのを聞いて、はい、それでモチベーション上げてやろうかなと思ってました、はい、ちょっとそう、何笑ってんだよ、使えなかったけど、まあいいやもう、はい、もうコメントぜひぜひ、はいはい、よろしくお願いいたします。そうそう、そういたしましたらね、こちらの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また噛んじゃった。かわいい。また噛んじゃった、また噛んじゃった。それではまた皆さん会いましょう、はい、さよなら、さよなら。